はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ軍が14日から15日にかけての夜、エイタクムスでロシア占領下クリミアのセバストポリ近郊のベルベク飛行場に対して行った攻撃。攻撃は次の夜にも行われたという情報がある。で、ロシア空軍と海軍の駐機中の戦闘機少なくとも4機が撃破されたことが明らかになった。ロシア軍が1日に被った航空機の損害としては、ロシアがウクライナで拡大して2年3ヶ月経つ戦争で最大級のものになった。ウクライナ南部の前線から南へおよそ 240km 離れたベルベク飛行場は、ロシア空軍の SU-27 戦闘機や SU-30 戦闘機、ロシア海軍の MiG-31 迎撃戦闘機などの拠点になっている。海軍の MiG-29 軽艦上戦闘機もここに配備されているようだ。 MiG-31 はウクライナに対するロシアの戦争で最も危険な軍用機の一つに数えられる。MiG-31 は射程 320km を超えるレーザー誘導の R-37 空対空ミサイルで武装し、これまでにウクライナ空軍の戦闘機数機を撃墜したほか、他の多くの戦闘機に任務を断念させてきた。ベルベク飛行場を攻撃から守るために、ロシア空軍は S-400 長距離地対空ミサイルシステムを配備している。14日から15日の夜、ウクライナ軍はイギリスやドイツ、イタリアから供与されたキャタピラ式の多連装ロケット砲システムMLRS か、アメリカから供与されたハイマースから精密誘導されるエイタクムスの射程 305km 型 M39H を一斉発射した。ロシアのある有名な軍事ブロガーによると、ウクライナ軍は14日から15日の夜にベルベク飛行場に向けてエイタクムスを10発発射した。ベルベク飛行場はエイタクムスの射程 305km 型 M39H なら届く。基地にはこの夜3000個近くの子弾が降り注いだ可能性がある。被害は甚大だった。 S-400 のレーダー1機と発射機2機が撃破され、燃料貯蔵庫1箇所が燃えた。アメリカ・コロラド州に本社を置くマクサ・テクノロジーズの画像によると、駐機場で MiG-31 が2機、 SU-27 か SU-30 が1機、そして MiG-29K とみられる機体1機消失していた。ロシア軍がこの戦争でMiG-31 を戦闘によって失ったのは初めてだ。 MiG-29K も同期と確定すれば初の損失になる。このように報道されております。さらに日本時間5月19日午後のニュースによりますと、ウクライナの SBU ウクライナ保安庁の無人機による攻撃を受けたロシアクラスノダール地方にあるロシアクシチェフスキー軍用飛行場には、ウクライナ侵略の攻撃に使用される SU-34-25-27、MiG-29 など数十機の航空機が駐留していたと伝えられております。被害の詳細は明らかになっておりませんが、これら戦闘機がですね、損耗を受けた可能性が考えられます。さらにウクライナ軍は4月16日から17日にかけての夜、エイタクムス弾道ミサイルをロシア占領下のクリミア半島にあるロシア軍ジャンコイ航空基地に向けて発射しました。このことでジャンコイ航空基地は甚大な損害を受けたと報道されております。ロシア軍ジャンコイ航空基地は1個ヘリコプター連隊と3個攻撃機飛行中隊の拠点となっておりました。つまり数十機の航空機が発着しておりました。これらロシア軍の戦闘機も損失を受けた可能性があります。これらのことから、クリミア半島のベルベク飛行場のロシア軍戦闘機とジャンコイ飛行場のロシア軍戦闘機、さらにはロシアのクシチェフスキー軍用飛行場のロシア軍戦闘機が大きな打撃を受けた可能性があります。これらの意味するところはですね、ロシア軍戦闘機がウクライナ侵略以降で最大の打撃を受けた可能性を示唆しています。こうした中、ウクライナ軍はクリミア半島のロシア軍の S-400 を4つ破壊した可能性があります。経緯を振り返ってまいりますと、まずですね、昨年ロシア軍はクリミアに配備していた S-400 を2機失っていると報道されておりました。ウクライナ国防省情報総局は2023年8月23日、ロシアが一方的に併合しましたクリミア半島西部で、これはですね、クリミア半島西部のタルハンクト岬近くのオレニフカ村付近と言われておりますが、同日朝に爆発があり、ロシア軍の防空ミサイルシステム S-400 が完全に破壊されたと発表しました。さらに翌24日には、ウクライナ軍特殊部隊がクリミア半島西部でロシア軍のレーダー施設を破壊しております。ロシア軍の空域監視装置、レーダー、カスタレーダーなどが
破壊されたと見られています。そして2023年9月14日にはクリミア半島西部のエフパトリアにある S400 も破壊されたと見られています。そして今年4月16日から17日にかけての夜、ウクライナ軍はATACMS弾道ミサイル M39 型をロシア占領下のクリミアにあるロシア軍ジャンコイ航空基地に向けて発射しました。この被害は甚大であったと見られておりまして、ロシア軍の S400 長距離地対空ミサイルシステムの発射機少なくとも4機が失われたことが確認できると報道されております。ウクライナ軍参謀本部はさらに S400 の管制センターと貴重な防空レーダー4機も破壊されたと報告しております。そして今回5月14日から15日にかけての夜、クリミアのセバストポリ近郊のロシア軍ベルベク飛行場の S400 が破壊されたということが報道されております。つまりクリミアのロシア軍はクリミア半島西部のタルハンクト岬近くにあった S400、 エフパトリアにあった S400、 ジャンコイ飛行場の S400、 ベルベク飛行場の S400、 計4つの S400 を失ったとみられています。これらのことからですね、ウクライナ軍の攻撃によりクリミア半島のロシアの防空軍はクリミア半島を効果的にカバーする能力を失ったと指摘されておりまして、クリミア半島のロシア軍の防空体制は崩壊したとみられます。他方一部情報によりますと、クリミア大橋付近にですね S400 が配備されているのではないかという指摘もありますが、ただですねそれはクリミア大橋付近の局所的な防空の話でありまして、クリミア半島全体のロシア軍の防空体制ということを考えますと、それは瓦解したということなんだと思います。そしてですねこの一度破壊された防空体制というのを再構築するのは非常に難しいと考えられます。またロシアはですね経済制裁を受けておりますので、なかなかですね S400 を短時間に生産することは難しいと考えられます。このことはクリミア半島に展開するロシア空軍は後退または撤退せざるを得ない情勢に直面している可能性を示唆しています。こうした中、ウクライナ軍は19日、ロシア軍掃海艇コブロベツを破壊したと報告しました。さらに5月19日の夜、ロシアのミサイル艦サイクロンが停泊していたセバストポリの桟橋にATACMSミサイル3発が命中し、ロシアミサイル艦サイクロンが沈没したとアストラ通信がクリミアの情報源を引用して報じました。発射されましたATACMSミサイル少なくとも12発と見られていますが、そのうち3発がですね命中したのではないかと見られています。ロシア黒海艦隊はすでにご覧いただいている艦艇計23隻が撃破または使用不能状態になっていると報道されております。そして今回ロシア黒海艦隊はロシア軍掃海艇コブロベツとミサイル艦サイクロンを失ったと報道されておりますので、ロシア黒海艦隊は計25隻失ったことになります。こうしたことからクリミア半島に展開するロシア軍は海軍、空軍、そして防空体制が瓦解し始めているように見えます。プーチン政権によります大義も正義もないウクライナ侵略が始まって以降、クリミア半島に展開するロシア空軍、ロシア黒海艦隊は最大級の損害に直面しているとみられます。こうしたクリミア半島をめぐる情勢はウクライナ情勢を左右する可能性も考えられまして、今後も冷静に見ていくことが重要だと思います。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして、1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。